お腹とピアノの間がこうやってね、こうグーにした時に2つ分ぐらい入るぐらい開けててほしいのね。お家でのピアノがすごいくっついてたから、なるべくこれぐらい開けといて、で足こうやって座った時に、今まだまおちゃんは一番高い椅子で大丈夫だと思うから、こうやって座るとお手手を普通に置くとね、平行って言ってピアノの高さと腕の高さがまっすぐ同じになるから、この高さがいいのね。でそうすると足が絶対下につかないので、足台を何か置いてもらって、この姿勢がバッチリです。この姿勢を覚えて帰ってね。でお家でもこの形でお願いします。